この動画では ABシード上での初めての挑戦の使い方を説明します。私 iPhone を使って説明しますが、スマホだと画面が小さくてやりにくいんで、皆さん実際に学習する際はタブレットやパソコンを使ってください。まずホーム画面下の見つけるを押して、検索ボックスに初めての挑戦と入れて検索してください。そうすると水色の表紙の本が表示されますんで、それを選んでください。初めての挑戦のページの中段左側にアプリ学習のボタンがあります。それを押してください。アプリ学習のページではモードが3種類選べるようになっています。左側から習得モード、一覧モード、復習モードです。習得モードは問題をどんどん解いていくためのモードです。この本模試本なんで、習得モードを使ってやることをお勧めします。一覧モードは一度解いた問題にピンポイントで戻るときに使ってください。復習モードは間違えた問題だけまとめて復習するのに便利なモードです。パート名の左右に出る矢印を押すとパートを切り替えることができます。パート1-5は1問ずつ答え合わせをする設定になっています。パート3-4-6-7はセットごとに答え合わせをする設定になっています。一つのセットの選択肢をすべて選ぶと採点ボタンが赤く変わります。採点ボタンを押すと採点結果が表示されます。そのページを下にスクロールしていくと問題一覧が表示されます。そこで問題番号を押すと、その問題の英文、英文の訳、語中、問題と選択肢、それの訳、回答解説が表示されます。画面の下にプレイヤーが表示されて、そこで音声を聞き直すことも可能です。画面左上の矢印を押すと問題一覧に戻ります。そのページの右下にある次へを押すと次の問題に移ります。パート3とパート4は音声が流れる前に先読みをする時間が15秒設定されてるんですが、オンライン版 TOEIC ではこの先読みの時間がありません。なんでオンライン版 TOEIC に即した形で練習したい人は先読み時間をゼロに変更してやることをお勧めします。パート3またはパート4の問題が始まる前に先読みを開始しますという画面が表示されます。まずは先読みを開始するのボタンを押してください。そうすると右上に赤い歯車が表示されるんで、そこを押してください。デフォルトの設定だと先読み時間が15秒になっていますが、マイナスのボタンを押して0に設定し直してください。左上の×印を押すと問題が始まります。一度設定を変更するとそれが維持されますんで、次に問題を解くときは変更する必要はありません。